こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。私は今年厄年、翻訳なんですけど、最近身の回りのものがどんどん壊れていって、メガネが壊れたりとか、スタッドレスタイヤがね、なんかちょっとダメになっちゃってたり、新年早々、予想外っていうことが続いております。まあ、厄年だからというより、寿命なのかもしれないですけどね。こう、買い替えのタイミングって急に一緒に来ますよね。はい。まあでも、健康なだけで十分ありがたいかなと思って、残り11ヶ月、大きな災いなく過ぎていってくれたらなと思います。というわけで始まりました、おやすみラジオ。今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。早速1つ目のお便り読んでいきます。ラジオネームいちごミルクさんより、マナさんこんばんは。こんばんは。いつもラジオを楽しく聞かせてもらっています。性格について相談したくてお便りを送らせていただきました。私は昔から他の人がズルをするのがすごく嫌いで許せません。例えば現在取っているプログラミングの授業にファーナルプロジェクトがあるのですが、私も友達もあまりうまくいっていません。そこで授業を手伝っているドクターの人が、うまくできている生徒のコードを送ろうかと言ってきて、友達はその他の人のコードを送ってもらって見ながらプロジェクトを完成することになりました。他の人が一生懸命完成させている中で自分だけがズルするのが私はどうしても許せないし、できません。他の人より時間がかかっても自分で完成するべきだと思います。ですが、現実的には自分で一生懸命やってもいい結果が出るとは限らないし、完成させられる自信も全くないです。こういう考え方で生きていったら、自分だけが一生損して生きていくことになる気がします。どのように考え方を調整したらいいのか、アドバイスをいただければ嬉しいです。読みにくい文章ですみません。これからもラジオ楽しみにしています、とお便りいただきました。いちごミルクさん、ありがとうございます。ずるい、ずるいか。私はあんまり人に対してずるいって思わないかもしれなくて、なんかね、支障が出てるとか困ってる人がいる、誰かがズルをして誰かが困っている人がいるっていうわけじゃなかったら、あんまり気にしないかもしれないです。で、今回のプログラミングの授業の件も、迷惑かけられたとか、こう誰かが一生懸命やったのをね、友達がぶんどって自分がやりましたみたいな顔をしてたりね、なんか自分がやりましたっていう風に言ってたら、まあ、そりゃダメだよ、ズルだよって思うんですけど、お便りを読んだ限りではあんまりズルいとは思わなかったかな。うん。まあね、友達がズルいかズルくないかっていうのはさておき、いちごミルクさんは自分がそうすべき、自分が一人でやるべきって思ったから自力でやることを選んだんだと思いますし、友達がもらったコードでプロジェクト完成させようかさせまいが、いちごミルクさんにはそんなに影響はないと思うので、こうずるいっていう風に感じていちごミルクさんがモヤモヤしちゃうのも、なんか感情がもったいないなって思っちゃいました。負の感情ってあんまり持ちたくないというか、負の感情の方にエネルギーを使うのがもったいないかなと思って、なんでね、
ずるいって私はあんまりいい言葉じゃないと思ってて、ずるいって言葉を使うと自分も下がっていきそうなので、私はね、あんまり人がずるいかどうかみたいなのは気にしないかもしれないです。あ、みんな多かれ少なかれずるいところは持ってるので、それは人間臭さだなって思います。私はね、人をジャッジしたり正したりするような人間じゃないので、本当に害、支障が出るレベル、困ってる人が出るレベルじゃなければあんまり気にしないタイプですかね。うん。ね、人のずるさを許せない性格をどうやって調整したらいいのかっていうのは、一個は自分の正義で人を測らないことかなって思いました。自分の正義と他の人の正義って違うので、みんなそれぞれ自分の正義を持ってたりする。だから自分の正義の物差しで他の人を測ったりジャッジしていくと危険なのかもなっていうのは思いました。私が自分に対していつも言い聞かせてるのが、自分が常に正しいとは限らないっていうのはすごい自分に忘れちゃいけないぞって何回も何回も思い出すようにしていて、みんな自分なりに自分の経験とか考えを持って今まで生きてきていて、私が知っているその人、今見えてるその人っていうのは本当にその人のごくごく一部分、一側面だなって思ってるので、その一部分、一側面で人をジャッジしたり、こう分かった気になったらいけないなっていうふうに思ってて、なんで自分が絶対正しいとか、自分が賢いとか思わず、人を尊重するっていうのを気をつけたいなっていつも思ってるんですよ。まあそうは言っても、こうやってラジオしてて、ああ、それができてないなっていう反省ばっかりしてるんですけどね。なんか自分が正しいですみたいな感じで偉そうに言っちゃったなとか、本当によく反省してるんですけど、そう。でもね、自分が正しいって思わないっていうのはすごい気をつけてます。みんなにはみんなのやり方、みんなの考え方があるし、それまでの背景があるし、だから自分と合わないやり方の人、考え方の人もいるけど、それはその人のやり方なんだなって、本当の本当の不正とか悪いこと以外は、その人を尊重するというか、まあそんないい言葉で締めくくれない人もいるので、まあそういう人はね、まあ自分とは気が合わないなと思って、適度な距離を取るっていう感じですかね。それぐらいこう距離を取っておくと、あんまり人の行動にもやもやしないかなって思いました。うん。で、その自分が正しいと思わないっていうのは、こういろんな社会の問題を知ったり、いろんな人の生き方に触れてみたり、本を読んでいろんな感情を想像してみるとか、こうそういうのを繰り返していくと、本当に正解ってないんだなっていうのをすごい思うんですよね。うん。特に社会問題とかは、どの視点に立つかによって、もう全然、ね、この人にとってはいいけど、こういう、こっちの人にとってはっていう風になって、まあ、本当に正解とか正しさっていうのは視点によって変わるなっていうのをすごい思ったりして、うん、いちごミルクさんのその強い正義感っていうのは長所だと思うんですよ。でもその正義感はこう自分を律するとか、困っている人を助けるために使って、で、他の人に対しては、こう、
他の人をね、正してやろうとか、ズルをね、言いつけてやろうみたいな感じじゃなくって、もうガチな不正以外は、その人のやり方、考え方なんだなって認めてみるのはどうかなって思いました。うん。で、そうやって、自分のために、自分はズルしないぞ、自力で頑張るぞって思って、で、他の人のやり方はある程度尊重して、で、時にね、その人のやり方から学ぶこともあるかもしれないし、で、生きていくと、いちごミルクさんだけが損して一生生きていくなんてことにはならないんじゃないかなって思います。お便りに、こういう考え方で生きていったら自分だけが一生損して生きていくことになる気がしますって書いていただいてるんですけど、こう誠実に生きて、こうね、損するっていうのは私はないんじゃないかなって思ってて、こうなんていうか、要領のいい人とか、生きるのが上手い人、口とか立ち回りが上手い人っていうのは間違いなくいて、でもそういう人でも、こう誠実さがなかったら、どこかで大きな落とし穴にはまったりするんですよ。現時点では、ね、そういう上手い人、生きる要領を得てる人が得してんなって思うかもしれないんですけど、人生っていう長い目で見たときに、ずるさだけでは得はできないと思うんです。ずるだけで得して上に上がっていくことはないと私は思っていて、確かにしたたかさとか声のでかさみたいな、一見実力じゃないもので、こう、のし上がっているように見える人でも、すごく努力してたり、ものすごくいろんなことを考えてたりして、やっぱ、すごいな、私にはできないなとか、自分にはないものをやっぱ持ってるなって思ったりして、それはね、なんか、もうずるいと思わずに、素直にすごいなって思ったりします。うん。だからあんまり人がずるいかどうかっていうのは、気にせず、いちごミルクさんは今の自分に対して正しくありたいっていう今の熱的な考えを持ったままで、人に対してはずるいっていうよりすごいなとか、あ、そういうやり方もあるんだとか、でそこから学べるものがあったら学んでっていう風にしてみたらどうかなって思いました。お便りありがとうございました。さて、続いては私が最近読んだ本や見た映画やアニメ、ドラマなどを紹介するコーナーです。今日ご紹介するのは愛坂トーマさんによる小説、同志少女よ敵を撃てです。この同志少女を敵を撃てっていう本、実は去年、一昨年、2022年の年末に、その年良かったものを何でも私に教えてください、おすすめしてくださいっていうメッセージを募集したんですけど、その中でリスナーさんにおすすめしてもらった本なんですよ。で、その時おすすめしてもらってすぐ図書館で予約したんですけど、約1年経ってやっとその本の順番が回ってきて、今回読むことができました。そう、というわけでね、もう図書館の本1年待ちっていうぐらい人気の本で、知ってる人も多いかなと思うんですけど、私はこんな感想を持ったよっていうお話が今日はできたらいいかなと思います。で、まず感想の前にどんな本かっていうと、ざっくり言うと戦争小説。実際にあった第二次世界大戦のドイツ対ソ連の戦争中、
ソ連軍に実在していた女性狙撃部隊をモデルにしたお話になってます。主人公は18歳の女の子セラフィマで、ソ連側なんですね。セラフィマはドイツ対ソ連で、ソ連側の女の子で、ソ連の田舎小さな村でお母さんと二人つつましく過ごしてた。で、セラフィマの家は狩人で、お母さんから銃の扱い方を教えてもらって、イノシシとかを飼ってこう生計を立てていたんですけど、ある日ドイツ軍が村にやってきて、で、その場にいたセラフィマ以外の村人が全員殺されちゃうんです。セラフィマのお母さんも目の前で殺されちゃう。で、セラフィマは運よくソ連軍がこうやってきて助けられるんですけど、そのやってきたソ連軍の隊長も大丈夫かみたいな、怖かったねみたいな感じで慰めてくれるわけじゃなくって、こう村がね、もうめちゃくちゃにされて、お母さんも死んじゃってっていう状況のセラフィマに、お前は戦うのか死ぬのかって究極の二択を突きつけるんですよ。もうこの戦争は戦うか死ぬかどっちかだぞ、お前はどっちだっていう風に言われるんですね。で、セラフィマはそこで戦います。戦うことを選択して、じゃあっていうので、そこから女性のスナイパーを育てる訓練所に連れてかれるんです。で、その訓練所でスナイパーとしてのイロハをかなり厳しく叩き込まれたり、まあ、同じ境遇でもうセラフィマと同じように家族を殺された、村が故郷がなくなってしまったみたいな同い年の女の子たちと仲良くなって、で、その訓練所をついに卒業して戦争に行って、で、そこでの、ね、壮絶な戦争描写から戦争終結までのお話になってます。で、私2024年今年に入って一番最初に読んだのがこの同志少女敵を撃てで、正月明けのぼーっとした頭体にカツを入れられたような背筋が伸びるのをすごく感じました。それぐらいね、こう強烈な本でした。映画とかドラマで見る、なんかこう映像、フィクションの映像より文章でのなんていうのの方がこんなにひどいんだ、えぐいんだみたいなのを思って、そう、すごいね、文章ってすごいなっていうのを思ったり、その死ぬか戦うかっていう二択の状況で生きるってないじゃないですか。私たち生きてて死ぬか戦うかどっちかなんていう状況はねないんですけども、そのギリギリというかの状況のリアルさが伝わってきて、こう正月明け、あーなんか眠いな、もうちょっとダラダラしたいな、スマホ見てタラタラ、あったかい布団でもうちょっとみたいな、自分をハッとさせてくれるような本でした。で、この本の本筋というか、多分おそらく作者の意図としては戦争の悲惨さを伝えることだったり、こう生きるのに必要なものってなんだろう、このね、戦うか死ぬかっていう究極の戦争が終わった時に戦わなくていい、で
戦うか死ぬかだから戦わなくていいく良くなって、そしたら、ね、死ぬこともできないじゃないですか、もう戦争が終わっちゃったら。だから戦いが終わったら何のために何をして生きていけばいいんだろうとか、そういう問いだったり、まあ、戦争があってソ連の敵はセラフィマの敵はドイツ軍、ずっとドイツ軍だったけど本当の敵ってなんだろうねっていうのが結構この物語の肝になっているかなと思うんですけど、私が一番この本から感じたのは、その自分の感情が判断を鈍らせる時ってあるじゃないですか。この小説の中で言ったら、その訓練所ですごい優秀な成績を収めていたスナイパーが実際に戦争の場に出て行って人を殺した時、もうその時に自分の感情に飲み込まれてしまって、我を忘れてしまって、一番優秀だった、一番成績が良かったけど、もう基本を忘れた結果撃ち殺されてしまうとかっていう、そういうシーンがあるんですけど、私たちの日常でもそういう、こう感情によって判断を誤ることってすごいあると思うんですよ。前に成績とか結果に一喜一憂してしまう性格とどうやって向き合ったらいいですかっていう商談を、こう一件落としちゃったり、同期の方がいい成績を取ってるとすごく落ち込んでしまいますっていうお便りをいただいて、いや、そういう時って頭の中では次うまくやろうとか切り替えようって思ってるけど、実際には失敗を引きずってうまくいかないよねとか、後で振り返る余裕ができた時に、あの時もっとこうすればよかったなとか、こうするべきだったなって思うけど、その渦中にいる時はそれができないんだよねみたいな話をしてたじゃないですか。そういうのが日常の中でいっぱいあるなっていうふうに思っていて、恋愛とかでも失恋した時も、元カノのことは引きずらないで次に行こうとか、次行かなきゃいけないと思ってるけど、どうしてもその感情引きずってしまって前に進めなかったりとか、学校とか勉強とか部活の中でも本当はこうした方がいいんだろうけど、でもなんか不安があったり、周りと比べて自信を失ったりとか、疲れてるとか、そういういろんな感情があって、まっすぐ努力するのが難しい時とかあって、でそういう時に自分の感情と判断、自分の感情に引きずられずに正しい判断や行動ができるかっていうのが最近私のテーマになってるんですけど、そう、ネットフリックスの本を読んだ時に、ネットフリックスの社長のすごいところは感情と判断を別にできるところだなっていう話をしてたじゃないですか。自分の感情に飲み込まれそうになった時、その渦中振り返った時に、ああすればよかったなーじゃなくって、あの時あの場所でどうやったら正しい判断行動が取れるだろうかっていうのを私はね、すごい考えてるんですけど、この本を読んで、ああ経験だなっていう一つの答えを見つけた気がします。戦争っていうね、すごい恐怖とか憎しみとか、大切な人を守りたいとか、すごい大きい感情がある中で、その、ね、自分の感情のまま行動して、その場でパッと行動して死んでいく人もたくさんいて、で逆に生き残っている人を見たとき、何が違うかっていうと、そういうね、感情が爆発する場面でも我を忘れない冷静さがあって、でなんでその時に
我を忘れずにいられるか冷静でいられるかっていうと経験かもなって思いました。今まで経験したこと、今まで見てきたことを思い出して、自分が猫、実際に友達が目の前で死んでしまったとか、そういう苦い思いをしたからこそ胸に刻み込まれることってあって、何があってもここは一旦絶対引かなきゃいけないとかって、それで判断できるようになったりして、で私たちの生活に置き換えても、まあ経験ってやっぱ結構強いのかもなっていうのを改めて感じて、そう、まあ、その経験ってね、なんか答えになり得ないというか、今悩んでることに対して経験すればわかるようになるとか言われてもあんまピンとこないじゃないですか。時間が解決してくれるよって言われるのと同じぐらいピンとこないと思う。そう、そんなこと言われても今自分ができる行動がないし、なんだかなって思っちゃうんですけど、経験すること、経験から学ぶこと、経験を活かせるかどうかっていうのが大事なのかもなーっていうのをちょっとね、この本から感じました。結構お便りいただく中で、一回恋愛でつまずいくと、もうそこで恋愛するのが怖くなっちゃったり、自分に恋愛は向いていないって思ったり、次に進めなくなっちゃう人が多いなーって思うんですよ。で、そこでね、もう自分恋愛できないって、そこの自分のネガティブな感情の中に閉じ込まるんじゃなくって、ネガティブ感情を突き破って次に行けるかどうか、で、その次に行けた時に今までの経験がその時次に役に立ってくるというか、なんかちょっとうまく言えないですねだからうまく言えないんですけど、まだでも私はね、すごい、あ、何度も何度も経験していけばいいんだっていうのをすごい思ったんですよ。私も本当に失敗とかうまくいかないことだらけなんですけど、一回失敗して、あ、自分ダメだとか、自分才能ないとか、自分これ向いてないとか、そう、そういう風に思う必要ないなって、何回もやってこうどっかで次うまくいけばいいんだとかっていう気持ちで生きてみてもいいのかもなーとか、なんかうまく言えないですけどそう、今まで結構経験って結果だと思ってたんですよ。あんまり経験っていうのを意識したことがなくって、まあ、結果としてこういう経験をしたっていう感じで、まあ、経験を重要視したことがなかったんですけど、その経験するって大事だなって、経験ってものすごい自分の糧となるものだなっていうのをね、まあすごい当たり前のこと言ってますけど経験は財産だじゃないですけど、大事なことだなっていうのを今回すごく感じました。自分が感情に飲まれそうになって判断がブレるとき、こう自分の平常心じゃないときってやっぱり判断を迷うときとかってあると思うんですけど、そのときに自分を助けるのは経験だなって、自分を助ける一つは経験だなっていうふうに思いました。で、今回自分はその経験が足りてないんだっていうのが分かりました。うん。で、その経験増やすには、まあ、苦い経験をすることもいっぱいあるだろうし、何回も、ああ、自分ダメだって思うこともいっぱいあって、で、ああ、ダメだったなって反省して、次はこうしようって思うことこそ大事だなって。それを何回も繰り返して、ちょっとずつ、そういう自分の感情に飲まれずに、
正しい判断ができるようになるのかもしれないなっていうのを思いました。うん、私はね、本当ダメだなって反省することだらけなんですけど、でもそれも間違ってないな、無駄じゃないなっていうふうに思いました。何回も失敗したりして、そこから学んで経験を積んで、でやっとね、正しい判断ができるようになっていくのかもと思って、自分はまだまだこれからたくさん経験を積んでいかないとなと思いました。続いて、ラジオネームケロさんより、マナさんこんにちは。続ける秘訣についてお便りさせていただいたものです。今週のラジオを聞いてびっくり、採用してくださって嬉しいです。本当にありがとうございます。今週はルンルンで過ごせます。でもマナさんのお声を通して聞いてみると、なんだか偉そうなお便りだった気がしてしまい、ラジオ越しに赤面しながら、とんでもないですとブツブツつぶやきながら聞いてしまいました。そんなことなかったですよ。で、私はマナさんと同い年ですが、転職も2回しているし、ダイエットは3日坊主だし、全然続けられない派の人間なのです。親近感が湧きますね。かっこ、そして今育児育休中なので時間もいっぱいあります。むしろ毎日自分に言ってるマナさんに尊敬しかないのです。いやいやいや、アラームについてですが、いつも土曜日21時にセットしています。ぬいぐるみのお洋服はそれまでに写真撮影まで済ませて、あとはボタンを押すだけで出品できる状態にしています。お客さんが待ってくださっているので、21時に出品を忘れないようにアラームをかけています。あれは出品を忘れないようにするためのアラームだったんですね。教えてくださってありがとうございます。またおこがましいご提案になってしまうのですが、マナさんのラジオはいつもお便りたくさんで、オープニングトークやエンディングトークなど1時間くらいの長さに作ってくださってますよね。はい、私だったらオープニングトークプラスお便り1通プラスエンディングトークで20分ぐらいの貯金を数個作るかなって思います。それでリスナーさんにも、今日は隠し貯金からの配信ですって言うかなと思います。かっこ、ちなみに村上春樹さんもエッセイをストックしていて、何か事情があるときはその在庫を使うと言っていました。ほう、隠し貯金はアイドルオーディション番組を語るとか、お題を決めてリスナーさんからのお便り紹介とかを考えてみました。隠し貯金の内容を先に書いておいたら、リスナーさんの楽しみも増えるかもしれません。あと、昔されていた音楽紹介も私はとっても好きだったので、また再開したらマナさんのご負担も減るかなって思います。かっこ、マナさんの音楽紹介でマカロニ鉛筆さんを初めて知って今も聞いています。マナさんのラジオが続いて、マナさんも達成感を感じられるよう、オヤリスも何か協力できるような仕組みができるといいですね。リスナー全部の要望に応えようとかじゃなくて、マナさんがやりやすいのが一番だと思います。かっこ、個人的には広告を再開していただいてもいいのになっていつも思っています。寝るときに広告入るのが嫌な人は、アドブロックという広告ブロックアプリがおすすめです。それでは今週も配信ありがとうございましたとお便りいただきました。ケロさん、ありがとうございます。なるほどですね。ストックもこういつもと同じように1時間っていうストックじゃなくてもいいっていうのは、すごいそうかって思いました。確かにこうストック作れたら作りたいなーって思ってるんですけど、まあ、でもストックまで作る余裕がっていうところがあったので、こうストック用っていうのでね、ちょっと短めでも作っておけると自分の気持ち的にも楽になれるのかもなーっ
思いました。ちゃんと穴を開けずにいられますしね。あ、続ける秘訣ってこういうことなのかもとね、ちょっとさすがケロさんと思いました。ケロさんね、偉そうに言っちゃったかもってこう赤面してしまいました。書いてくださってるんですけど、いやすごいんですよ。むしろもっと偉そうにしててください。なんかね、おやすみラジオって私がホストっていう感じでこうお悩み相談とか私がこう答えて、でなんか私も偉そうにやらせてもらってるんですけど、全然私もね、なんてことないただの人間なので、こうむしろリスナーさんの方がすごい人いっぱいいるなーって常々思ってるんですよ。なんでもっとリスナーさんの意見とかリスナーさんのアドバイスいただきたいです。この前のお正月はですね、リスナーさんのストーリーこうインスタで見てたら、まさかの箱根駅伝出てるリスナーさんいてびっくりしちゃいました。箱根駅伝出てるの?と思って、すごーって思ったり、本当にね、うわめっちゃ頭いいわっていう人もいっぱいいるし、こう海外で暮らしてるような、ね、方もいるし、こうプロの音楽家としてこういろんなとこで演奏して生計を立てられてる方もいるし、もう私からすると皆さんの方がいろんな経験をして、なんかもうすごーっていう、そう本当にすごいな、力だったり、いろんな経験持ってるなって思うので、ぜひね皆さん私にいろんなアドバイスをください。おやすみラジオはね、こう皆さんのお悩みを一緒に考える場でもあるんですけど、私の公開セラピーみたいな場でもあるので、あ、5年前ぐらいに比べるとどうですか?私なんかすごい結構元気にちょっとずつ成長していったりしてません?リスナーさんにね、育てていただいてるので、これからもどんどんこうした方がいいとかね、こうするのはどうでしょうかっていうようなアドバイスお待ちしております。ケロさん、今回本当にありがとうございました。ということで、おやすみラジオ、今日もお別れの時間となってしまいました。眠くなってきたでしょうか。1月3週目も無事ラジオを出し切れました。実は今週はちょっと危うかったです。ちょっと今週は気持ちが落ち込む一週間で、やる気も出なかったりして、ちょっとね、なかなかラジこうパソコンに手が伸びなかったんですよ。で、あーやばいやばいやばいっていう気持ちだけがどんどん大きくなって、でいつもだったらここからあーできないできないできないできなかった、あーもう自分って最悪みたいな感じでどんどん病んでいくコースだったんですけど、皆さんと約束したことで絶対ラジオ出そうっていう風に思えて、実際にねここまでできたので、すごい達成感というか、できるじゃんって、自分できるじゃんっていう気持ちになってます。よかった。来週もスケジュール通り日曜日朝までラジオ、月曜日お休みラジオ更新して、1月全部ね、スケジュール達成、花丸っていう形で終われたらなぁと思います。ので、また来週お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は佐藤真奈でした。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。